皆さん、こんにちは。今日はですね、波についてお話ししますね。えー、波というのは、例えば物をこう水に落としたとき、こういう輪ができますね。ねこの輪がどんどん広がります。例えば、海辺に立つとですね、波がこう押し寄せてきます。ね。これ遠くからですね、太平洋のどっかからこう、ずーっと来るんですかね。 それは幻想です。これは実は波はアニメーションなんですね。で、何がアニメーションかっていうと、えー、波というのは、こういうふうに水が膨れ上がると、次にですね、こういうふうに水が膨れ上がるわけです。 そしてこういう風に水が膨れ上がりますこのこの水が膨れ上がるタイミングですねこれをうまくこうやっていけばですね見てる人から言うとあこれがここに動いてるとこれはアニメーションですね全くのアニメーションですこれ何にも動いてないんです 波がやってるのは水がここで膨れ上がるその少し後でここでふくここが膨れ上がるここが膨れ上がる,ここが,上がるここが膨れ上がるというだけで水は上がったり下がったりしてるだけですねでこのタイミングをうまく合わせてやる一体誰がこのタイミングをうまくやるんですでしょうかそれはあホイゲン のとということでホイゲンっていう人は、えー、波の研究をした人でこの物が水がですねこういう風に膨れ上がるとこの横がまた膨れ上がるこれは水の摩擦ですねでこの隣が膨れ上がる こういう風に波は、伝播すると。ように、伝播するように見えるだけで、要はこの水の隣にあるもの、それがあ上がったり下がったりする。例えばですね、ここに岸にですね、人が立っていて、で、波が押し寄せますね。で、また引きますね。また押し寄せて引く。なぜかっていうと、 水がこういういいに動いてるからですねで。引いた時はここに水がこう一緒にこの沈む水が沈むのがあってここで水が上がるのがあって上がるところはこうなるでここで水が沈む時にはこうなる谷ができるここで上がる時にはですね山ができるでまた谷ができると。 で、これがホイゲンの原理でですね、このタイミング、この回転するタイミングですね、水がこう上がったり下がったりするタイミング、これがうまくいってアニメーション作るわけです,す。そと、この見てる人はですね、これがずっとここに進んでくる。これがどんどん進んでくる。で、ついにはこれ岸に当たるというに見えるだけですね。 実際水はそういうふうには動いてないわけです。水はこういうふうに上がったり下がったり上がったり下がったりしてるわけです。で、この水をですね、ここへポトンと落とすと、この輪がバーって広がります。実際何も広がってないんですね。これはアニメーションです。で、アニメーションが幻想を作るわけです。例えばここにちっちゃな虫が浮いてるとしますね。 この虫はバーッとこの波と一緒に動かないです。これは上がったり下がったりするだけです。こうですね。ここでこの大きな板を置いてですね、機械がこれをパッと押し上げます、水を。するとこうなりますよね。るとホイゲンの定理によると この機械を戻したときに押し上げたこの水はですね、この隣をまた押し上げるわけです。で、これがまた隣を押し上げると。で、また押し上げると。ということで、この電波スピードですかこの 波の長さと、その周波数何回あるか、これ、こういう周波数ですね。何回もこう機械を動かす、周波数。こういうものにこの関係があると。波の速度。実際速度、この波動いてないんですけど、動いているように見えるこの速度がですね、この周波数と、これですね、波の長さ、それで決まるということで、 数式で表せばこれコサインウェーブでこうなるということですねこういったことで波をもっと難しくすればですねこの波の方程式微分方程式を作ると3次元はこういうふうになるというふうにやってその波の方程式を作るとこの これが上が上るタイミングが分かるわけですねでホイゲンの原理によってエネルギーがですねここが持ち上がった時に次にはこの隣が持ち上がるんだと時間差があるとそれによって、えー、波ができるということで物理的にはですね波は単にエネルギーが伝わってるだけだということですね。 で、この波の,この動きですね、これは深さに関係するんですね。この深さ。で、深い時のその波の方程式と浅いところの波の方程式を作るとですねだいたいその波の形が予想できるとでこの海の場合これがどういうこの周波数 波とこの山から闇のこの山の長さこれを深いところと浅いところと違うんですね。でこの波を見ればですねそこが深いのか浅いのかっていうのは分かるというようなことも可能なんです。いいですかだから運命に立って波が押し寄せるそれを見ているとなんか遠くから 波がずっとやってきて、岸に着いたような幻想を与えますね。それはアニメーションを見てそう思うだけの話で、実際はそうじゃない。実際は水がそのそばでですね、動いてるだけです。その動くタイミングがその隣、その隣、その隣,その隣とタイミングをうまくやればですね、いかにもなんか遠くからやってきたように思うだけの話ですね。 はい、今日はそこまで。